さあ両チームのイレブンがピッチに入場してきました。群馬が岡山を迎えての J2 リーグ第9節です。さあ前半スタート、まずはホームの群馬ボールをコントロールしています。ちょっとここはずれましたが通っています。引田のボールファーサイド、折り返してどうだ、枠の上です。ここは岡山が押し込みながら、最後上げていって柔らかいボール競り合ってゴール前、キーパーキャッチしています。キーパー清水です。よく取りましたね清水選手。山本サイドを使う、このボールは流れてキーパーまで行っています。さあボックス内で競り合ってこぼれ、岡山シュートだ、いいとはできませんでした。ここで拾って岡山前を向く、クロスボールキーパーキャッチしています。さあクロスボール岡山ゴール前、川本いますが跳ね返した群馬、このシュートは枠を大きく外れています。さあここは岡山がプレッシャーに行く、奪いに行った、奪った岡山、中央を脅して遠目から打っていった、あまり強いシュートにはなりませんでした。群馬としてはこの押し込まれる展開の中で前半で1点が取れればこれ以上ない展開になります。ここで前半終了です。前半は0対0、風上の岡山が押し込んだんですがゴールを奪うことはできませんでした。さあ後半です。岡山が前線に送っていきました。風に戻されて跳ね返ったボール、一つタイミングがずれたというところですね。ロングボール、オフサイドはない。田中から大前、ワンタッチ、新のシュート決まった、先制群馬、54分、新の先制ゴール、ホームチームが先手を取っています。新は今シーズン初ゴール、選手が走っていく、ここでうまくボール起点を作って、田中選手起点作るところ、このパス、大前選手さすがですよね、絶妙なパスを送りました。そして最後、新選手のフィニッシュ落ち着いてましたよね、素晴らしいゴールでした。引田広げて右サイド、川野、ゴール前には2人、仕掛けた川野、クロスボール、川本、しっかりディフェンスも競っていました。吉永前に送って戻した、吉永こぼれている、すべに行きましたがキーパーを抑えています。山本ちょっと滑ったか、フォローあります。木村戻して徳本、さらには白井が打っていった、枠には行っていました。そして岡山、さあカウンターになる、岡山カウンター、フォローはどうか、ちょっとここは腕がかかって長い笛、これはカードが出るでしょう。吉田慎がイエローカードを持っています。さあ右のスペースを使う、切り返したクロスボール、木村のヘッド、ファーからシュート、よく守った、群馬が守った、岡山ビッグチャンスでした。最後ゴールに迫ったのは上条です。この切り返しも落ち着いてましたし、このクロス良かったですよね。金山のロングボール、跳ね返す群馬、ここで試合終了、1対0、ホーム群馬勝ちました。群馬は3試合ぶりの勝利です。